男子カナディアンペア決勝がスタートしました。今残り200メートルですが、佐藤さんどうでしょう。競った展開になってます。ここからラスト150のところから、どのチームにもチャンスがあると思います。ラストスパートが重要です。8レーンが出てきました。追い上げにも期待したいですね。はい、8レーン、5レーン、2レーンが伸ばしてきました。残り100メートルを切ったところです。トップ競ってます。8レーンと5レーン競ってます。残り50メートル競っていますね。はい、これは僅差の勝負になると思います。本当に僅差です。最後の追い上げがあったように見えましたが、はい、あとは、ゴールのですね、ちょっと肉眼では判定しづらかったので、ゴールのスリットビデオの判定を待ちたいと思います。はい、一定が、後ろの選手が、手から、落ちましたので、こちらはゴール前なのか後なのか、こちらもですねビデオの判定を待ちたいと思います。わかりました。結果はしばらくお待ちください。